空気感とは空間や人物及びその表現が有する雰囲気のことである。そのものが直接的に表現されていなくても間接的な情報のみで存在することが示唆されている様子を表す。絞り解放による撮影の霊写真表現における空気感について、大竹は二次元である写真がまるで立体のように見えることを指すとする。ピントやボケ。 ホワイトバランス、構図などを工夫することにより空気感が生まれる。例えば、絞りを解放し被写界振動を浅くすることにより空気感が現れやすくなる。また、被写体との距離に応じたコントラストの変化による空気遠近法やフォーカス面からの微妙なボケにより立体感が表現されていたり、修差によるレンズ効果が少なく現実感に富んでいる場合にも、 空気感があると表現される。空気感の演出について、大村は、被写体をどこに配置するのかが最も重要であるとし、西沢は、メインの被写体と同じくらい背景が重要であるとする。また木村は、書籍の撮影を例にとり、風による動きを活用して、あたかも被写体に意思があるかのように表現する技法を、紹介している。ミネソタ州のライフスタイルセンター福島堀越は、 SD 法を用いた景観についての心理、評価実験をもとに、天候の変化が空気感の評価に影響を与えると考察している。また、野口は、商業施設における空気感の重要性を唱え、施設全体が屋根で覆われていない、ライフスタイルセンター型のショッピングモールを例に、人工物と自然物の融合により生成される、情景や雰囲気と空気感を定義している。なお、 医療分野における空気感は空気を含んだようなふんわりとした雰囲気や質感のことを指す。ありがとうございます。